はい、皆さんどうもこんばんは、ゆうゲームチャンネルです。今回もね、ロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。前回はサイドケースやら、ユースドラマを中心に進めてきたんで、今回はそろそろね、メインストーリーをちょっとやりたいなと思って動画回してるんですけども、それでね、メインストーリーの続きは確か堀北真希の旦那こと山本浩二こと便利屋の桑名仁の、寝床でですね、とある USB を見つけて、その中身がですね、なんと10年前にあった黒川学園でのいじめの件が隠し撮りされてた内容でして、でそこでね、桑名の正体が、13年前の黒川学園だった、いじめのあったクラスの担任だったってことがね、判明したんですよね。いや、マジでこれはちょっと正直驚きだったよな。で、本名が北方優っていうんですけど、俺と同じ名前なんですけど。はい。で、それでね、その動画の隠し撮りに映っていたのが、今、このメインストーリーであった痴漢被害者の、間宮ゆいや、殺害現場を冷やかしに来ていた赤池などの、別のメインストーリーに出てきていた人たちだったんですよね。この殺人事件とは、関係のないと思われてた。ただそこでね、ちょっといろいろこの動画に出てきて、黒川学園の生徒、元生徒たちが、この事件にね、大きく関わってきてるってことで、今回は杉浦くんこと、怪盗団の元ジェスターさんとね、間宮ゆいのところへ事情聴取をしに行って、今桑名がちょっといろいろ自分の正体が割れちゃったんで身を隠してるんですけども、その手がかりを見つけに行こうってとこですね。あの間宮ゆいがすごい猫かぶったような感じをしてたんで、このいじめの動画をね、突きつけたらどんな反応するかっていうのはちょっと楽しみですね。はい。じゃあ早速ね、やっていこうと思うんだけど、ちょっとその前にお願いがあって、まだ皆さんね、チャンネル登録お済みでない方多いと思うんですけども、よかったらこの際にね、チャンネル登録をしていただいて、引き続きこのチャンネルのご視聴応援よろしくお願いします。このチャンネルではね、主にゲーム実況を配信してますんで、視聴者の皆さんが面白くおかしく笑っていただけるようなチャンネルを目指してますんで、何卒ご登録よろしくお願いします。高評価もね、してくれると喜びますんで、長々とこの辺で終わりにして、早速メインストーリーを進めていきましょうか。ヤガムさん、もう間宮ゆいのところに行く。フルボイスだね。僕はいつでもいいよ。行きましょうか。ああ、行こう。もう進まないからね。いや、まだだなっつってね。行こう。オッケー。そうこなくちゃね。杉浦くんがね、車を回してくれるんで。もし本当にヤガミさんの仮説があってたら、今回は間宮ゆいは河合信也の殺しにも、三越場ヒロの殺しにも関わってる。あ、そうそう、そうだったな。そうでなくても、教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。そうだな。これが一番のメインの目的だからね。お金いらないっつ、お金いっぱい持ってるから正直ちょっと出してあげてもいいんだけどね。交通費ぐらい。矢が見たん、手が。相変わらずこの、これに乗ってるな。白いハイエースに乗ってるな。これ前回もこの車乗ってなかった。ジャッジアイズの時に。てか、いいとこ住んでんな、間宮ゆいさんよ。はい、突撃でーす。アポなしでーす。どうも。先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。最後って言ったのに超迷惑だろうな。また間宮さんにお話を伺いたいんですが。この間が最後だって言ったじゃないですか。全部済んだと言ってたじゃないですか。そんなこと言っていいのか。こっちはいじめの動画持ってんだぞ。なんでいつも急に家まで押しかけてくるんです。それは間違いない。お引き取りください。マジで迷惑。実を言うと、今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。そういう繰り出してきたか。は俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。顔が険しいね、杉浦君。すいません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて。これこんなご近所さんが聞いてるところであの動画の話していいのか。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。あ、そっちの話で。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。そうだよな。13年前に黒川学園を卒業した後、これは黒だね。沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？
どういうご用件ですか。陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話しできるようなことなんてないですけど。なんかちょっと動揺してない。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか。黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです。俺はお前がいじめの動画にこれから他の人も当たります。映ってたからだろ。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね。いえ、どちらかといえば。嘘つくなよ、お前話聞きたくない、聞かれたくないだけだろ。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。そう思ってくるのか。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。あー、でもちゃんと聞き分けいいじゃん。手短にお願いできますか。そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。軽いな、これ大丈夫か。間宮結衣側としては正直ちょっとなんか受け入れやすくなってない。どうしたんだろう。間宮さん全然出てこないけど。これなんかやってんなこいつ。そうだな、こいつなんかやってるだろこれ。確かに時間がかかってるみたいだ。まさか逃げたりしてないだろうな。いやそうじゃないけど、なんかさ、実は仲間で呼んだりしてんじゃないの。あの前回の動画で出てた赤池くんとか実は繋がってんじゃないこいつら。それか北方優こと桑名仁に連絡取ってるとか。え、なんか怪しいな。確かにピッキングしちゃうか。矢上探偵得意の。ああ、いたわ。すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。本当に怪しいな。30歳にしては綺麗だよね、間宮さんは、ね、今日はお子さんは。今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら。もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。すごい嫌そうな顔してる。そうだね。いや、それはその通りだよ。それは出過ぎだぞ、杉浦。それで何を聞きたいんです。めちゃくちゃ嫌われてんな。さて、どこから手をつけたものかな。この人には聞きたいことが山ほどあるぞ。そうだね。どれから聞く。うわぁ、これどうする。どっから聞くか。これ全部聞けるのかな。何から聞こう。いきなり起こさせるような質問はまずいかもな。ってことは、これはまずいよね。それは、さすがに、怒らせるよな。これ、でっち上げですよね、とか。一応、これ、もし、本当のことでもね。話の筋としては、やはり、怒らせないような、こっちとこっち、どっちかにしようか。いや、最近、北方先生と会ってませんか。会ってません。というか、あまり思い出したくない方です。なんで？あの人は、学校をお辞めになった後、偉人町にいたと言ったら、驚きます。いえ、別に。え、なんで？でも、偽名を使っていたとしたら、さすがに驚くんじゃないですか。知りません。私には関係ありませんから。あ、目そらした。嘘ついてるな、これ。この反応は驚いてなさすぎるかな。もう少し踏み込んだ話を聞いた方がいいかも。あー、なるほど。じゃあ、とりあえず、これは最後にした方がいいかなと思うんで、楠本充の件を聞いてみようか。楠本充を覚えてますよね。ええ。高校時代の同級生です。今の植物状態なのか。河合信也というクラスメートにいじめを受けて、校舎から飛び降りました。13年経った今も、意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？確かに。ええ、そうです。ただ、どうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで。そうなんですよね。みんな間宮さんと同じクラスにいました。みんなあの隠し撮りの動画に映ってるんですよ。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます。まあ同級生ですから一応。そして
その方々がみんな楠本光くんの一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。何他人事のように言ってんだこのクソ女。わかります。おめえ隠し撮りってか、ね、動画で撮ってたろこいつ。クソ野郎だな。よし、まずまずいい調子だ。この感じで少しずつ外堀から埋めていこう。で、いきなりでっち上げですよね。痴漢被害はでっち上げですよね。いきなりすぎるだろ。はい、江原明宏にお尻を触られたって例の件です。急に確実に迫ったな。あなたは彼とグルだったんじゃないですか。示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ラブチョット八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。まあそうだろうね。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためにはすげえ顔してんな。あなたの協力が必要です。せっかくの可愛い顔がブスだな。警察を呼びます、早く出て行って。うわ、江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでしたけど、沢陽子が黒川学院の卒業生だと気づいた時、下向いて相手の目を見て、繋がりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そうなんだよね、そこで接点があったの。あ、やばいやばい、荒ぶってるよこいつ。そのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女はカムロ町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。なんなの。間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか。彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ、十何年も前の先生なんですから。もう顔だって思い出せないくらい。本当に？なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。ここであのいじめの動画を取り出すんじゃないの。その証拠があります。え、便利屋桑名こと北方優は間宮優衣のことを忘れてるはずがない。その証拠は？これ選ぶのか。これさ、沢陽子さんの死体を見せつけてどうすんの。なんでこんな選択肢があるんだろうな。あるという話だと。こういうの見せたらちょっとトンチンカンな感じも見てみたいんだけど、どうしようかな。まあ完全にこれだよな、もう。もうこれ以外ないもんな。けどどうしようかな。ちょっと、一回見せてみようか。どういう反応するか。これが証拠です。堂々と言った。は？何ですか？それは、陽子ちゃんの。なんでわかったの？また、矢神さん。今示したのは、止められた。北方先生が間宮さんを忘れずにいる。あ、そうそう、分かってるよ。バカ丸出し。一度これはもうちょっとあんまり面白くないから、こっち行こう。これだろう、さすがにこれだろう。これですよ。お、13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか。さすがにあるだろう。うわ、雲行き怪しくなってきたわ。俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。うわ、ほらほら、表示されてる日付は楠本光が、さっきの強気な顔がなくなってきたね。不安な顔になってきたぞ。彼がいじめられている様子をあなたも笑って囃し立てていた。本当でクソ女め。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。あ、女こんなの見られたら驚いちゃうよ。悪いな。この動画の件で北方先生から何か完全にやばいじゃん。言われたことはないですか。うわ、びっくりした。どうした。お願い、やばいやそれを消して。うわ、怖。画面を見る限りメインヘラだ。この動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした。なんだこいつ、やる気あんの。ミツル君は今も意識が脱力感すごいぞ。当時
責任を問われたのは河合信也一人だったよね。マジでクズだな。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らん顔を決め込んで、こんな幸せな家庭を持って。本当にクズだよね。こんな奴ら本当にいるのかな、世の中。いそうだな。あ、なんだ、何、向こうが気になるの。何してんだ。いつかこんな風になると思ってた。何を悟ったんだこいつ。どういうこと。え、うわ、開いた。なんで、誰、うわ、こん時のあいつら、杉浦君を襲った謎の仮面集団。この人が仲間を呼んだんだ。ああ、そういうことか。うわ、スタンガン持ってる。マジかよ、旦那とかがいる家に呼んで大丈夫ですか、間宮さん。いや、ここでつくもの借りを返せるとはな。覆面の男たち、杉浦君もやったれ。こいつらには、やられてるからね。あ、ちょっとお借りしますよ、お子さんのプラモデル。あー、子供のプラモデルがおー、バット持てる。危ね、うわ、スタンが強すぎる。やべやべ、待って。うわ、てか家の家具がぶっ壊れてる。マミヤさん、すいませんね。家のものちょっと刺してもらいますけど。はい、家具がボッコボコだわ。あ、もう終わった。弱え。杉浦君、こんな奴らにやられたの弱すぎないか。ちょっと、いやー、これ旦那に完全にやられるね。これバレるだろ、こんなボコボコにしちゃったら。これ赤池くんとかじゃないの、もしかして。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、この服装。30歳、お前同じ服装できたな。黒川学園の卒業生だ。こいつまた同じ服できたのかよ、バカだろ。やっぱりみんなつながってた。前回のどうする、登場した時と同じ服装で来るって。足つくだろう。つくもくんの小指折ったやつらだよね。はい、おっかない顔してるわ。仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。この準備をしてたんだな。ひとまず安全なところに場所を変えよう。この状態で旦那さん帰ってきたらどうすんの。マミヤさんにも一緒に来てもらう。え、騒がずについてきてください。でないとツイッターに上げちゃうぞ。この動画がうっかり流出しちゃうかも。脅しですよ、完全に。それはどこまで、あれ、神室町まで来たの、これ。これもしかしてシャルルか。もう東がかわいそうだろ。イラついてんじゃん。なんで昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。ちょっとさ、こうなるかもしんないと思ったらさ、連絡入れてやるよ。この場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。東くん、そんなに長いしないって頼むよ。ちょうど今海藤さんも入院してるからな。そういう問題じゃねえ。ズーズーしいにも程があんだ。でもな、東はちょっとツンデレなとこあるからな。どうします、もう一回しますか。そういえばね、東さん。ああ、そのこと言ってなかったっけ。海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ、なんだと、海藤の兄貴が誰に。うわ、めっちゃ焦ってる。まあ、その辺は俺らの話を聞いてりゃおいおい分かるから。そういうのを用いて。こちらは間宮由衣さん。本当に居座る作戦か。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。おお、お前なんださっきと態度違えじゃねえか。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえ、もう返しは済ませたんだろうな。ヤクザ的な考え方やめようぜ。もうヤクザじゃないんだから、東も。松ヶ谷組終わったんだから。ある系のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまった。ひとまず東さんも年齢変わらないんじゃない。落ち着いてないんだろ。どこがだよ。マミヤさんも観念してるでしょ。私をどうするつもり。取ったり打ったりしないから。知ってることを全部教えてほしいんです。そうだな。あなたをどう扱うかはその後で。いやー、でもこいつ最初痴漢の被害者ずらしてたくせに、ほんと飛んだ悪玉だよ、この女は。ほんとに。はい、で、マミヤから話を聞く。ごめんな、東。ほんと毎回この辺使わせてもらって。東、東、
スマイルスマイル、東東笑って、怒ってる。移動できないのかな他。あ、でも移動はできそうだね。あ、でもまあまあ他にやることないし、とりあえず話し聞こうか。さっさと終わらせて。聞きたいことは何？ボイスあるね。いじめの動画について。あ、これしか選択肢がないんだな。でムービーに変わるよと。こっからはフルボイスあるかな多分ね。まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？さすがに分かってない。俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そうだね。そう。じゃあクアナはあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた？そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。あ、動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。指導？え？どういうこと？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。そんなだったんだ。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だった。いやいや、お前思いっきり動画撮る係やってたよな。いつかほとぼりが冷める、まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでも、あの時すぐに動画が公開されてたらの話。この社会的にみんな成長した時に公開された方が大事ってことか。小さな子供がいる、優しい夫も、居心地のいいマンションも、今あの動画が世に出たら全部失うことになる。そういうことか。それにうちの子はどうなると思う？勝手なことばっか言うんじゃねえよ。友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。まあそんだけのことお前はしてきたんだからな。ただのいじめ動画じゃない。ミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちはお前がやったことをなんか自分らがガキだった頃より被害者ぶりに、被害者ぶって言うんじゃねえわけか。その弱みを握ってることで桑名は元教え子たちを指導し続けている。その指導が何なんだろうな。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね。みんな結構大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら、ね、全部ぶち壊しになっちゃう。逆に大人になったこと、分かる。大人になってからの方が痛いな。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。それはすごいな。あ、興奮しないでください。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。すげえな。桑名から連絡があったのはいつ？5年前。5年前。まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。よく居所つかめたな。あ、だから裏社会なのか。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。裏社会に携わってきたんだ。その場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。本当異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分本当だ異常者に見えたけど、ね、杉浦君いいこと言ったぞ。本当にそう。似たようなことをあなたは絶対にやってない。まあ、俺はやってないと断言できる。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。
私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、いやたまたま隠し撮りされてた。こいつだな。よりによって一発女だからで拳で分からせた。私はこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。お、いいね、その通りだよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ。本当だよな。そういう人だから。やったもん帰ってくんだよ、マミヤ。5年前ちょっとやっぱ引っ張ってきていいな。クワナがあんたに動画を見せてきたの。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だ。ん？さっき名前の出てきた河合信也。あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られた。お前らもしかしてそれに携わってんのか。顔うずくめちゃった。グワナがマミやユイたちの弱みを握ったらが5年前、その時期に河合信也が拉致られたってことは、そういえば、知り合いらしき奴らに車にバンに乗せられて連れ去られたっていう目撃情報があったよな。男女っつってたし、それがもしかしてこいつらなのか。えぐ？怖っ？やっぱりあんたらだったんだな。怖すぎる。カムロ町から河合を拉致したのは、そして、殺した。殺したの？違う！私たちじゃない！そんなことできるわけない！私たちじゃない？実行犯ではないってことか。違う誰かが殺したってこと。つまり、河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは、先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいから、とにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。別に動画が公開されても、あんたらにとってはそれじゃすまない。別にもう構わねえよと河合はな。だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。それを目撃されたんだな。カムロ町で目撃されたのはその時のやりとりだったんだろうな。いやいや、もうで、それだろ。なんでバレてるんだよ。河合は消息不明になってるわけだ。警察その目撃情報掴んでないの？先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。まあでも河合も、そしたら先生は河合だけ残してあとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて。文面は何もなくて、ただ動画がついてた。もしかしてその連れてくところも隠し撮りしたのか。スマホで撮った。もしかしてそこに映ってたのは。うわ、怖っ。カムロ町で怖すぎる。河合を車に押し込んで、おいおい、山本浩二えぐいことしてんな。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。いや、お前その服着たら、その服着てたろ、マミヤ。みんなはっきり顔が映ってた。5年前だろ、おかしいだろ。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見れば、変わらなすぎだろ、5年前。ほとんど誘拐。その動画を見てたら、もう一通先生からメールが届いた。今度は画像が1枚だけ。でも死体か。それを見て凍りついた。河合信也の死体か。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。うわー、えぐいな。これだともうその2通のメールを見たら誰だってこう思う。実行犯はこいつらだって思ってたよね。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。すげえな、やることがすげえわ。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も。ああ、そういうことか。断ることはできなかった。これで痴漢の冤罪を作り上がったんだ。あの人は
の人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。うわマジか、人殺し、マジか、そうだったの。河合信也だけじゃないのか、もしかして。まあでもそっか、江原さんの件もあるからそういうことなのか。桑名に人殺しの手伝いをさせられている。そろそろ確信に入ってきたみたいだな。どういうことなんだ、あんたらは誰を殺したってんだ。いじめ自殺を引き起こした加害者たち。え、それを先生は殺して回る。そこまでやってんのか。あ、これで繋がったね、江原の三越芝浩の事件。何年前に起きたいじめだろうがお構いなし、共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生はどうやってそこに河合を入れて、そこを調べ上げるんだ。七人は殺してる。七人。嘘でしょ、捕まってねえな。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。おぞましい出来事だな。それが私たちにできる唯一の食材だって。ああ食材、人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。うわ怖え。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。だからといって殺しまでは。どうしたのかね、俺はちょっとそいつを応援したくなったぞ。いやダメだって。ダメだよそれは。じゃあ三越芝浩を殺したのもその一つか。三越芝は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない、三越芝を車で拉致するにも人手がいたし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役も、みんな先生の指示で動いてた。そうだったのか。そういうことだったのか。まあ世間的に注目を浴びさせるためにやったんだな。暗黙の了解があって私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ、標的をおびき出すとか死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんなおぞましすぎる。さすがにちょっとかわいそうだな。河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。いじめの加害者側だとしても、私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。あ、そういうことか。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。マジか。自分で殺した死体を冷凍保存。すげえ。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。ああ、おぞましいな。これはすごいな。ちょっと伏線筋が凍るね。本当に全ての始まりは13年前の楠本満の件。それが桑名を駆り立てて、いじめ加害者たちを、始末させた。江原が殺した三越芝浩もその中の一件でしかない。江原の裏で桑名が糸を引いていたんだ。もう7件殺しをしてたからな。13年前からずっと変わってないのかもな。どういうこと？いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも。あ、そういうことか。全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。裏社会の人間になりたいってことだったんだな。その地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は、今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。
星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。そういうこと。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。確証を聞くためなのかな。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。そうだったね。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出した。そう、やっぱりそういうことか。そんな話をどうやって。陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では。そういうことか。そういうところにつけ込んだのか、あいつ。気を許して全部話したんだと思う。あ、なるほどね。そしてそれを聞いて先生はやっぱり三越先生もちょっと爪が甘いな。罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。まあもう殺されちゃった人間をちょっと悪く言うのは。沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。そうだそうだ。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。ああ、お前らもそういうこと言ってんじゃねえんだよ。あ、誰だこんな時。誰から。羊だ。あ、桑名か、もしかして。これもしもし。よう、俺が誰か分かるか。おお、その声は山本浩二こと桑名仁。さあ、俺のことを探してるみたいな。お前見てんのか。タイミング良すぎだろ。今どこだ。お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。何。わかった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今本当に矢上探偵事務所にいるよ。めっちゃ近いじゃん。何ここから。お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしれないからな。そう、これ夜になったら俺ちょっと別のイベント進めたい。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの、八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより東君もいるから大丈夫だろ。こっちは安心して任せるわ。ああ、これで、ああ、ケースファイルに情報が追加されました。おう、で、マミヤいるわ。早く行ったら。塩対応だな。塩対応だね、マミヤさん。ああ、さっきとセリフは変わらないかな。僕は八神さん。ああ、オッケーオッケー。任しとくわ。はい。ということで、今回はこの辺にしとこうかな。まあ、壮絶だったね。ちょっと背筋が凍るレベルの話だったわ、ほんとに。ああ。いやでもね、ちょっとメインストーリーは一旦置いとこうかな、正直。これ夜になってると思うんでね、ちょっと別に進めたいことがあるんで、次回は。さすがにちょっとそっちを進めたいな。気が短いとか言ってたけど、山本浩二は。はい、ということで今回はこの辺にしておきます。長々とご視聴ありがとうございました。まあ、次回は、夜でしかできないメインストーリーとかがちょっと一個あった、あ、サイドケース、ことガールフレンドのイベントがね、博士さんのイベントを残してたんで、それをやりたかったんで、そっちの方やっていこうかな。はい。ということで、皆さんよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。